こんにちは。ご視聴ありがとうございます。本日は埼玉県久喜市宇都宮線久喜駅にやってきました。今回視聴者様から連絡をいただきまして、宇都宮運輸区周辺に疎開留置される小山車両センター所属205系600番台メルヘン顔日光色の Y6 編成、そして原型顔湘南色の Y11 編成に動きが出たと聞いています。留置されている位置が変わった、もしかしたら廃車改装配給が実施されるかもしれないということで、東武伊勢崎線を利用しまして、こちら久喜駅に到着。この後宇都宮線に乗り換え、宇都宮運輸区周辺を見ていきたいと思います。それでは本日もよろしくお願いします。遠くを見ますと、大宮方面から国鉄型電気機関車がやってきます。ブルーの塗装ということで、長岡車両センター所属 EF64 型のようにも見えます。真ん中の線路に入ったということで、列車が参りますという放送は入っていません。もしかしたら少々停車するのかもしれません。ということで、かなりスピードを落とし止まりそうです。号機の方を確認しますと、1030号機、相当連結機搭載号機です。視聴者様の話によりますと、205系600番台に動き、そして1030号機が来たことにより、廃車改装配給が行われる可能性とても高くなりました。どの程度停車するのか定かではありませんが、まもなく宇都宮行きの列車が到着、乗車して先回りしたいと思います。ということで宇都宮に到着しました。先ほど車内から小山車両センターを確認したところ、観光用車両 Y3 編成いろはは車両センター外れに留置。おそらく久喜駅で見た1030号機がやってくるのは、こちら宇都宮ではないかなと思います。ということで待ってみたいと思います。遠くに1030号機、やはり宇都宮にやってきました。2022年7月13日深夜から翌14日早朝にかけて、宇都宮運輸区周辺に疎開留置されていた Y4 編成と Y7 編成が長野に旅立っています。その際 E531系の奥で連結作業をしたような気がしますが、本日は車両を確認することができません。1030号機は左の尾灯を点灯、そしてブロワーが入りましたので、この後は入れ替え作業を開始します。本日はこの辺りから205系600番台の姿確認することができません。ということで改札を出まして、宇都宮運輸区周辺に行ってみたいと思います。東口にやってきましたが、メルヘン顔日光色の Y6 編成を確認することができます。そして作業員の方準備していますので、おそらく1030号機、こちらにやってくるんではないかなと思います。7月の際は連絡自由通路下あたりで連結をしましたが、本日はこの位置、この先月決め駐車場となっていますので私有地です。残念ながら入ることができません。遠くから見ていきたいと思います。ということで、先ほどの1030号機入れ替え作業をしやってきました。この後 Y6 編成のもとに向かいます。
今回連結場所が変わったということで間近で見ることはできませんでしたが、前に Y6 編成、後ろに Y11 編成が連結、8両となり1035機の経緯によっておそらく長野総合車両センターに廃車改装配給、宇都宮運輸区周辺から205系600番台が2編成消えまして、とても寂しくなっています。ちょうどこの奥が Y6 編成と Y11 編成の連結している部分、しかし宇都宮運輸区の中となりますので近づくことができません。ご了承ください。 EVE301系、 通称アキュームが正面にいます。よって Y11 編成の最後尾を確認することができません。ということで別の場所に移動したいと思います。小山車両センターに誘致されます Y3 編成観光用車両いろはの動向は定かではないものの、本日1035機と連結しました Y6 編成 Y11 編成、慣れ親しんだ宇都宮の地を離れるのはもう間もなくのようです。そして残念ながら宇都宮周辺から205系600番台は全て消滅となってしまいます。EF64 型と連結していることから向かう先はおそらく長野、いつ出発するか定かではないものの、この後は東北新幹線に乗車、東京方面に向かい、もし廃車改装配給があるとすれば配給ルートにあたる別の駅で見ていきたいと思います。そして今回情報提供をいただいた視聴者様、ありがとうございました。残念な結果となってしまいそうです。しかしこの先宇都宮にはライトレールが開業するのでとても楽しみです。深夜となってしまいましたが、 Y6Y11 編成廃車改装配給、 EF64 型1035機の牽引によって宇都宮を出発したようです。ということで配給ルートにあたる中央線日野駅にやってきました。ただいま1035機の姿を確認することができます。廃車改装配給やってきました。日野駅を通過した Y6Y11 編成廃車改装配給を追いかけてやってきたのはこちら、八王子駅南口です。前回の Y2Y5 編成廃車改装配給と同様の流れになるんではないかなと思っていたところ、残念ながら見失ってしまいました。中央線を下ったということは間違いありません。山梨長野方面に行ってしまったんでしょうか。本日は深夜ということでこれ以上深追いはしませんが、長野総合車両センターにこの先行って解体される前に見ていきたいと思いますので、チャンネル登録よろしくお願いします。そして小山車両センターに唯一残る Y3 編成観光用車両いろは、さらに神津車両センターから数を減らした205系500番台の今後の動向も合わせて見ていきたいと思います。本日は残念ながら八王子駅周辺にビジネスホテルを取ることができませんでした。この後移動しなければなりませんので、この辺で失礼したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。